はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、最近ですね、カジサックさんの YouTube チャンネルにですね、千鳥のノブさんが出るというですね、ことがあったんですね。はい。まあ、ノブさん自身はですね、あまりですね、その他社の YouTube チャンネルに出ることもないってこともあって、これかなり話題になったんですね。はい。でですね、実はですね、このコラボの裏にはですね、あるですね、珍事件が隠されていたんですね。はい。そしてその珍事件をですね、ある有名後輩芸人さんがですね、ラジオで語ったんですけども、そこから見えてきたですね、そのノブさんのですね、その男気と、そしてカジサックさんの功罪とは一体何なのかってことについてですね、僕なりにですね、いろいろと解説の方をしていきたいと思います。はい。まずですね、ちょっと本題に入る前に、登場人物の紹介をね、軽くしておきたいと思います。まず、カジサックさんといえばですね、YouTuber、まあ、芸人としてですね、やっていたんですけども、そこに見切りをつけてですね、YouTuber としてですね、一気にですね、方向転換をして大成功しましたよね。うん。でですね、そのカジサックさんが YouTuber として成功したですね、大きすぎる要因の一つは何かっていうと、コラボなんですね。うん。もうカジサックさんといえばコラボ。コラボといえばカジサックさんじゃないですか。うん。やっぱりですね、芸歴も長いですし、吉本興業というですね、大手事務所にいて、やっぱり芸人さんの層も厚いですからね。はい。次から次へとですね、大物芸人さんが出てくるんですよね。はい。最近で言うと、千原ジュニアさんとかね。はい。だから、もう言ってみたらですね、カジサックさんのチャンネルっていうのはもう始めた頃から、とにかくコラボ、コラボ、コラボ、コラボなんですよね。うん。やっぱり吉本興業さんって、とにかく売れてる芸人さんって死ぬほどいますから、どれだけ出してもまだまだいるんですよね。はい。ね全然枯れないと言いますか。うん。で、プラスアルファとしてカジサックさんは、YouTuber さん、有名 YouTuber さんとも死ぬほどコラボしましたから。うん。だから、言ってみたらね、カジサックさんはやっぱコラボでここまで上がってきた人って言っても過言ではないんですよね。うん。まあでも確かにそうで、あの時のですよ、その YouTube 始めた時のキンコン梶原さんの知名度の段でですね、登録者数1年で100万人とか行くんだったら、それはコラボしないと無理ですよね。カジサックさんっていうですね、一人だけでやったとしても、どう考えたら100万人ね、常識的に考えていくはずないじゃないですか。うん。ただそう考えるとカジサックさんっていうのはすごくですね、合理的に登録者を伸ばすという戦略を取って見事それで大成功された方って感じなんですよね。はい。で、そこにですね、満を持してその千鳥のノブさんが出てきたわけなんですね。はい。で、まあ対談じゃないですけど、いろいろノブさんにインタビューするみたいな、まあそんな感じの企画なんですね。はい。で、実はですね、そこにあるですね、芸人さんがもう一人絡んでたんですよ。はい。それ誰かっていうと、皆さんこれ知ってますかね、おしみんまるさんって方なんですね。はい。これ多分皆さんほぼ知らないと思うんですけど、これおしみんまるさんって誰かっていうと、もともと犬の心っていうコンビを組んでる芸歴20年以上のもう40代のおじさんなんですね。うん。で、この犬の心というコンビはお笑い好きからするとコント師として有名で、そしてですね、キングオブコントの決勝にもね、一回行ったことあるくらいなんですよね。はい。ただですね、40過ぎてですね、コンビを解散してしまって、ボケの方のですね、おしみさんという方が、おしみんまるという風に名前を変えてですね、ちょっと前からね、YouTube 活動やってるんですね。この犬の心やってた頃から。はい。ただ登録者が2000人くらいだったんですよ。はい。そんなですね、おしみんまるさんがここにですね、大きく絡んでくるんですね。はい。そしてその話を誰がしたかというと、キングオブコントですね、最近の一番新しいキングオブコントでですね、優勝者ですね、ジャルジャルさんに次いで2位になったニューヨークさんという芸人なんですね。この2人がラジオの中でこのおしみんまるさんの珍事件を話してたんですね。はい。じゃあですね、ちょっとその詳細をね、ちょっと、読んでいきたいと思います。読みながら解説 していきますね。はい。ニューヨークさんが話しているわけですよ。おしみんまるの YouTube 見てる最近とね。俺見てないのよ、最近ねコラボとかしてカジサックさんとね。うん。それなのよ、カジサックさんとノブさんがコラボして、でノブさんの優しさでおしみさん出してもいいですかって、最後15分くらいおしみさん出してと。うん。ね。だから、ノブさんの助言によって、まあ、カジサックとコラボさせてあげたらしいんですね。はい。で、おしみさんの YouTube 紹介みたいな、ノブさんって YouTube 出るときは弱小チャンネルのために出るみたいなポリシーがあって、だから今まで大物とコラボとかやってないのよ。YouTube すらやってないからと。ね。で、カジサックさんのところにただ出るのは気が引けるから、誰か弱小チャンネルのためになら出るってなって、現場におしみさんを連れてきたらしいんですね。はい。ちょっとだけおしみさん出させてもらっていいですか？的だね。うん。で、ここから考えるにですね、ノブさんのこうね、なんか男気と言いますか、すごいかっこいいですよね。うん。まあ、確かにそうで、ノブさんがですね、別に今更ですね、カジサックチャンネルに出て何かメリットあるかって言ったら正直ないですよね。うん。というか、カジサックさんにしか正直ってメリットないじゃないですか。うん。で、何よりカジサックさんって正直言って大物としか絶対コラボしませんからね。うん。まあ、そういうのもあってですね、ただ出るだけじゃと思って、じゃあ、ね、だから基本的にはですね、出る気はだから最初からなかったってことなんですね、ノブさんからすると。うん。カジサックさんのですね、チャンネルに出ても、みたいな。うん。でも、やっぱりですね、その弱小チャンネルのために出るんだったらということで、ね、おしみさんも出していただけるんだらということで、まあ、OK したと。まあ、そういうことなわけですね。はい。で、こう続きますね。ですね、うん。その結果ですね、このおしみんまるさんのチャンネルはですね、登録者数が2000人くらいしかおらんかったのに、もう56万再生くらい
らい行ったのよ、カジサックさんとコラボしたらとね。うん。で、その動画の中で、カジサックさんにですね、YouTube に対する熱い思いみたいなのを話されると、うん。大清水さん、それ全部間違ってますよっていうね。はい。まあ、カジサックさんにはですね、YouTube を伸ばすノウハウみたいなものがしっかりあるわけですからね。はい。それをぶつけられると。うん。暗いし、まず、おしみさんの個性も出てないし、編集音楽とかも全部違うし、とか言われるということなんですね。はい。で、その結果ですね、このコラボをして結果ですね、おしみんまるさんの登録者数が2000人から爆発的に増えたのと。2万から3万くらいまでと。ね。で、動画も66万再生くらいまでいったと。で、その結果、そのおしみさんの中で革命が起きてもうて、というんですね。はい。爆発してもうて、おしみさんが次の日すぐに明るい動画上げたのというんですね。はい。つまり、今までと全然テイストが違う動画が上がり出したんですね。うん。で、これどういう動画があとね、はい、おしみですみたいなんていうね。はい。だからこれ YouTuber 的ですよね。なんか YouTuber の人がですね、動画の最初にどうもなんとかですみたいな感じで、なんかすごい元気いっぱいになんか音楽ともに挨拶とかするじゃないですか。あの感じに急になったんですよね。うん。そんなんじゃなかったよね、と。だから今まで2000人のおしみチルドレンみたいなファンに向けてやってたのが、急に初見の人に向けてやらなあかんっていうんで、もう自我とかなくなってもうてと。はい。で、さらにこう言います。めちゃくちゃ変な感じなのよ。もうプチカジサックさんみたいになってもうて、めちゃ感謝しちゃうの、ファンにっていうね。はい。まあ、このね、カジサックさんってよくほんと感謝感謝言いますよね。ファンの人には感謝で、支えてくれてるスタッフにも感謝で、みたいなね。なんか自己啓発本の夢とか書いてる人が言いそうなことすげえ言うんですよね。はい。で、こう言ってますね。皆さんのコメントは全部目を通させていただきま、通させていただいてますとか言い出してとね、革命が起きちゃったんだというね、だから全然ね自我もなくなっちゃって今めっちゃおもろいのよみたいな、そんな感じでこういじってね笑いにしてたって感じですね。はい。っていうのがですね、一連の流れなんですけども、僕はですね、これ見るときにですね、二つのことを思ったんですね。はい。では何かっていうと、ノブさんの男気がすごいのなって、すごいなって思うのと、カジサックさんのね、口才が大きいなって、ここを思ったんですよね。はい。まずそのノブさんのね、男気がね、すごいっていうのは、まあね、すぐわかるじゃないですか。うん。ねえ、まあ、実際問題、カジサックさんと本当大物としかコラボしませんから、うん。いわゆるですね、新進気鋭の芸人さんだったりとか、まだドカンとは聞けないんですけども、これから絶対来るであろう芸人さんだったりとかですね、もしくはこう、お笑いファンの中ではすごく噂になってる芸人さんとか、ネクストブレイクの芸人さんとかいるじゃないですか。ああいう人とかはカジサックさんって基本出さないんですよね。基本出さない。うん。やっぱりですね、一回ドカンと売れてる人しか、まあまあ出さないんですよね、本当に。だからその辺はですね、カジサックさんって結構シビアではありますよね。うん。まあでもそれはね、ある種しょうがないっちゃしょうがないですよね。だって自分の YouTube チャンネルを伸ばすためですからね。はい。カジサックさんがノブさんを呼んだりとか、千原ジュニアさんを呼んだりとか、そういうことをする理由っていうのは、自分のチャンネルを伸ばすために出てもらってるわけですからね。はい。だからそうなった時に、そのゲストに呼んだところで自分のチャンネルが伸びない人なんて、別に出さなくていいっていう考え方になるのは、これ当然の話ですよね。はい。だから普通に考えたらこのおしみんまるさんと YouTube で共演するなんてこと 100% ないわけなんですよ。うん。でもそこで千鳥のノブさんがですよ。千鳥のノブさんが大物の YouTube チャンネルには別に出ないっていうポリシーがあるにもかかわらず、まあでもおしみんまるを紹介してくれるんだったらということでですね、出るっていうですね。これすごい男気ありますよね。男気ある。うん。だから言ってみたらおしみんまるさんはですね、その千鳥さんのおかげでカジサックさんとコラボできたわけですよね。でまた逆の言い方をするんであれば、カジサックさん目線に立った時におしみんまるさんがいたおかげでノブさんに出てもらえたわけですよ。はい。本来だったらノブさんはカジサックさんのチャンネルには出ないわけですからね、断ってるはずなわけですからね。うん。で、あと一個だけ言っておきたいのが、ノブさんはですね、きちんとおしみんまるさんのことは面白いと思ってますよ。同情でやってるわけではないですからね。面白いからこそ、でも登録者が2もかかわらず少ないと、だからこそ救ってあげたいということで、カジサックさんのオファーを OK したわけですからね。はい。だから、ノブさんの男気がすごい見えますよね。はい。ただ、それに対して、このカジサックさんの功罪も見えますよね。はい。では何かっていうと、おしみんまるさんの登録者数は確か2000人くらいだったかもしれませんけど、その2000人っていうのは、おしみさんの熱いファンだったんですよね。はい。まあ、確かにですね、万人受けするような動画の内容ではなかった。これは間違いない。はい、ただとはいえこのですね、おしみさんがキングオブコントにですね、まあ決勝も行ったことあるですね、コント師としてねすごい実力者であって、そういったですねおしみさんのセンスだったりとか、おしみさんの良さに惹かれてですね集まってる2000人のファンがいたわけですよね。はい。ただそのカジサックチャンネルに出た結果、登録者数が3万人くらいにボンってね伸びたわけですよ。うん。つまり2万8000人のおしみんまるさんも全然知らない新規が入ってきたわけですよね。はい。ってなった時に、そういった人たちを満足させるにはですね、今までですねコアなファンに向けていたようなことじゃなくて、一気にポップになってですよ。うん。ポップになって、視聴者の方々に感謝です。コメントは全部見てますみたいなね。で、ね、はい、どうも、おしみですみたいなね。はい。元気いっぱいに挨拶するみたいな。うん。
ね、そういうですね、登録者増えたからいいかもしれませんけども、そのおしみさんの今までのね、スタイルだったりとか、おしみさんがやろうとしていたことをですね、全部捨てさせることになってしまったし、でもっていうと、もともとですね、2000人いたですね、登録者、おしみさんのファンからすると、え、おしみさん急に変わっちゃった、みたいな。だから昔のファンからするとちょっと悲しい部分もあるじゃないですか。ただ、そう考えると、このカジサックさんがですね、おしみまるさんの登録者数を3万人まで伸ばしてあげたっていう点で考えると、これはすごくいいことかもしれませんけど、でもこれはですね、ある種、この罪な部分もあるなってもう僕は思うんですよね。うん。その、もともといたファンたちがですね、すごく悲しむと思うし、うん。でもって言うと、おしみさんはそんな人間じゃないのに、ね、よくあるですね、YouTuber 像みたいなところにね、急変してしまったと、キャラ変までさせてしまったと。うん。だからこれっていうのは本当にまさに功罪と言ってもいいんじゃないかと思いますね。はい。まあ、そんなですね、プチ事件がですね、プチ事件と言いますか、珍事件がですね、その、こう、千鳥のぶさんとカジサクさんのコラボの裏で起きていたという話です。はい。というわけでですね、今日はこの辺でおります。この話にですね、ちょっと共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録とコメントあったらぜひお願いします。どうもありがとうございました。